今季ニットベストはマスト。リブパンツやプリーツバッグで大人のカジュアルスタイルに。シースルーの抜け感とワイドパンツで大人のきれいめリラックススタイルに。ボディはアイラインのロングカーデとテーパードパンツできれいめカジュアルに仕上げて。きれいめのパンツはざっくりカーディガンでカジュアルダウン。ベージュ小物で柔らかい雰囲気に。フレンドライクなプリーツパンツは1枚で様見え。カジュアルな中にも小物で女性らしさを取り入れて。スウェットやダットスニーカーのカジュアルさをタイトスカートで女性らしい印象へ。レディーライクなプリーツスカートをシャツワンプとマニッシュ靴でカジュアルに。タイトスカートのきちんと感をマウンテンパーカーでカジュアルダウン。シンプルな V ネックニットには表情のあるプリーツスカートを合わせて清楚な雰囲気に。1枚で様見えするデザインブラウスはすっきりとしたタイトスカートを合わせて。甘い雰囲気のパンツはブラックカラーで引き締めて甘辛ミックスのテイストに。スウェードタッチのワンピースはパイソン柄小物とサイド側ブーツで辛口に。チェック柄のシャツチュニックはキャスケットやマニッシュシューズでフラットな雰囲気に。バックフリルのワンピースにデザインブラウス合わせでとことんフェミニン。T シャツワンピはオーバーサイズデニムでアップデート。ヒールで女性らしく仕上げて。